ハヤトモは、大日本帝国海軍の特務艦で、インコ型給油艦の二番艦。艦名は、関門海峡の最も狭い、ハヤトモの瀬戸にちなんで名付けられた。大正12年度艦艇補充計画により、呉海軍交渉で1924年5月18日に、竣工し、佐世保陳述席となる。竣工後は北アメリカ方面からの石油輸送に、 従事するが、収益後間もない6月11日、サンフランシスコに向かう途中で、主機会が破損する事故が起き、サセボに引き返す事態となった。1925年4月16日には、サンフランシスコ執行の際、桟橋のボラードを破損する事故を起こし、損害賠償として85ドルを支払った。1928年2月4日にも、 関門海峡で小船を避けようとして座礁する事故を起こしている。1941年10月31日付で第3艦隊付属となり、岸間部隊第4九州隊に編入されて、パラオに進出し、来るべきフィリピン攻略戦に備えた。12月8日の太平洋戦争開戦後、岸間部隊の諸艦艇に対する補給に従事。レガスピ攻略戦では護衛隊に随行し、 ついで、ラモン湾に進出する。12月14日に爆撃を受けて、資金弾により損傷するも、作戦が順調に推移したので12月28日には、レガスピを出港して、佐世保に向かい、1942年1月16日に、佐世保に帰投した。修理後は、ライン作戦、西部ニューギニア攻略戦20時。8月23日、安保ンン沖で、 アメリカ潜水艦スキップジャックの攻撃を受けて損傷する。応急修理の後、11月11日に湘南セレター軍港に入港して本格的な修理が行われる。修理を終えて1943年9月13日に湘南を出港後、パレンバン及びバリックパパンとマニラ間の石油輸送に従事する。しかし、マニラからの木との10月9日、 北緯05度09分、統計119度18分、北緯5.150度統計119.300度、5.150、119.300の地点を航行中に、アメリカ潜水艦、キングフィッシュの来撃により損傷。タラカンで、応急修理の後、バリクパパンを経て1944年1月8日に、セレター軍港に到着。 修理が行われるも、機関等が戦闘航海に差し支えがあったため、林河白地に進出して同地に停泊中の連合艦隊の諸艦艇に対する補給活動に専念した。10月23日にセレター軍港に到着後は行動することはなかった。また、特務艦長、長谷部義造大佐は昭和19年1月16日にアメリカ潜水艦、 レッドフィンの来撃により大破した駆逐艦、天津風の駆逐艦長を1945年2月10日まで兼ねた。中破した状態で終戦を迎え、イギリス海軍に接収された後、1946年に海没処分された。1947年5月3日に除籍。客中なき限り、日本海軍史、第9艦、第10艦の召喚履歴に基づく。 ありがとうございます。